おいっす、ヤグタウンです。さあ今日やっていくのは最大カウンタープラス最大魔力カウンター、まあ、ダブルカウンターをね狙っていこうかと思っております。で、この動画冒頭でも分かる通り、お相手はシドゾーマ、シドゾーマに協力を要請して、時給2000円でちょっとやってもらってるという形です。ということで、まず魔法都市エンディミオン、これが引けたんで魔法都市エンディミオン、魔法カード発動するたびに魔力カウンターが一つ置かれるといったカードですね。で、その後の能力は特に今回の企画とは関係ないので、そこはねもう説明せずに行こうかなと思っております。で、お互いねこの右手側に載せてるデッキ、お互いこのデッキを使っております。で、まずカウンターで最初のキーカードとなるのがマンドラゴラという、星2の魔装マンドラゴラという魔法使い族カード、こいつからスタートしていこうかなと思います。今ね手札で2枚左手にあるこのカードですね。リバース、魔力カウンターを置くことができるフィールド上のカードすべてに魔力カウンターを1つ置くと、そういった効果ですね。こいつからスタートしていきます。で、あとは速攻魔法であれば何でもよしということで、ハーフシャット2枚、エネミーコントローラーが3枚、天使のサイコロも3枚と。で、そのきっかけとなるマンドラゴラ以外の、モンスターはすべてマジカルマリオネット、マジカルマリオネットにしていきたいと思います。だから、相手のアンズ、要するにシドゾーマですね、シドゾーマはマジカルマリオネットを3体フィールドに出せればよし。で、僕ヤグタウンの方はマンドラゴラ1体とマジカルマリオネットが2体、これだけ揃えばもう準備完了と。で、マジカルマリオネットが星5のモンスターなので、アドバンスが必要だから、デスハムスターを入れて、なるべくね早くそのフィールドを作っていきたいなと、言ったところですね。じゃあちょっとマジカルマリオネットの効果を読んでいきましょう。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分または相手が魔法カードを発動するためにこのカードに魔力カウンターを1つ置く。このカードの攻撃力はこのカードの魔力カウンターの数かける200ポイントアップする。またこのカードの魔力カウンターを2つ取り除いて発動、フィールド上のモンスター1体を選択して破壊ということですね。あ、で、そうやな、うん、そういうことです特にねこれ以上話すことがないかな、話すことがないかなと言いつつ、どんどんねフィールドがねもう整ってきておりますね。実際ねカウンターの乗せ方が正直ね僕未だによく分かってなくて、あれって最大数っていくらになるんでしょう、わからないんですよね。この動画最後でまあ結果が分かるんですが、それ以上もっとできるよっていう、俺もっとできるよっていう、なかなかね生きった意見をねしてくれる方がいれば、それをね教えていただきたいなと思うんですよね。さーて、どうやらフィールドが整ったみたいですね。ということで行くぜ。セットしている、守備表示でセットしているマンドラゴラを、マンドラゴラオンにしましたね、今チェーンをオンにしました。マンドラゴラを判定召喚、これでフィールドに魔力カウンター乗せるモンスターがいれば全て一つずつ乗ると。で、はい、ここで相手チェーンがかかっております。で、ハーフシャット、これでよっしゃチェーンに、じゃあこっちもハーフシャットだ、もう実際ね誰につけてもいいでしょうと。これでチェーンに行けましたね。で、このチェーンに対して、あ、チェーン3行ったな。で、このチェーンに対して、シドゾーマがまたハーフシャット。で、このチェーンに対して僕が
天使のサイコロ、さらに、初動はエネミーコントローラーで、さらにここで天使のサイコロと、これでね6チェーン7チェーンかな、7チェーンいってますよね、7チェーンいってますよね、うん、7チェーンいっとるな、いっとるな。でチェーン乗って、さらに魔力カウンターも、はい、ボコスかボコスか、はい、ボコスかボコスかと、オッケーオッケー、ボコスかかなりな、かなりボコスか乗っていけるよ、いいねいいね、オッケーオッケー、どん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 乗せていこう、どん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 、オッケーやな、オッケーやな、さあまだやまだや、まだ乗るぜまだ乗るぜ。あ、ちなみに魔法都市エンディミオン、効果魔力カウンターが置かれているこのカードが破壊された場合、破壊されたカードに置かれている魔力カウンターと同じ数の魔力カウンターをこのカードに置くといった効果です。で、ここでさらにちょっとハーフシャットとか使ってみたりで、さらにエネミーコントローラーを使ってみたり、まあね、ちょっといろいろとしてはおるんですが、結局ね、さっきの7チェーンで、まあ、全ては止まってるので、まあここら辺は魔力カウンターを乗せるためにちょっとやったといったところですね。 OKOKOK、 今僕のフィールドの魔力、永続魔法が10個ですね、10個、11個になった、オッケー、11個ね。じゃあここでマジカルマリオネッツの効果発動を、エンディミオンの効果も発動して、あ、発動する意味あったんかな、なかったかもしれん。とりあえず破壊されることによって乗っていた分のカウンターが、このマリオネッツに乗っていた分のカウンターがエンディミオンに乗ると、そういった形ですね。これはだから乗らない、マンドラゴラなんで乗らないですね。でマリオネッツ、オッケーオッケーオッケー、破壊と、いやー乗るね、29、30乗った。であと魔力カウンター4つあるんでいけるな、いくよ、すべてを破壊できるといった形ですね。オッケー、破壊破壊破壊して、魔力カウンターどんどん乗ります、どん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 、あー、どん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 乗るぜ。で、最後自分を破壊するんですが、なんか最後乗らないんですよね、ちょっとごめんなさい、よく効果分かってないかも。で自分のエンディミオンがカウンター50、カウンター50乗ってます。で、シドドーマのが確か51かな、1個多かっただけあったと思うんで、っていう、まあ全くね、うん、全く何の意味もない魔力カウンターをこんだけ乗せるっていうことに成功しました。で、51やな、やっぱり。じゃあもうここでね、ちょっとね、今ね、ちょっと無駄な時間があるんで、じゃあもしね、この企画ちょっとでもね面白いと思ってねいただけたね方は、チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメント、ツイッターバンバン登録してってください。できればね、ほんとこういうくだらない企画も思いついたらやっていこうと思うので、ぜひね、ぜひ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 チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、最大チェーン数が5なんだよね。下から 1,2,3,4,5,6,7、 7つ目の項目、まあ、ちょうど画面の真ん中あたり、最大チェーン5なんですよね。あれ7じゃないんかっていうちょっと疑問が残りつつ、もっとね、ちょっとここら辺の仕様がよくわからないっていうのと、もっとねいい方法があるんであれば教えていただけたら、ぜひね検証もしていきたいと思うので、ぜひぜひどんどんコメントの方も残していっていって、残していってもらえたらなと、思います。ということで、魔法都市のエンディミオン魔力カウンター、どんどんこいつに乗せていくと、どん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 乗せていくと、これな、一応気づいたかな、 au の真似したんやけど、金太郎の真似したんやけど別に面白ないけど、ちょっとな、どんどん、あ、どん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 ど
魔法都市エンディミオンのカウンターを押していくと。さあで、マリオネットがねこのデッキの肝と僕はしました。さあということでもうそろそろ動画も終わります。じゃあ最後にもう一度チャンネル登録とグッドボタン、コメント、ツイッターやっておりますので、ぜひぜひそちらの方の登録よろしくお願いします。ということで今回は以上かな。それではまた次回の動画で。ヤグタウンでした。またね。